今瀬戸にいるかっていうとタイのパタヤにいます。パタヤのビーチにいるところです。セントラル、パタヤですね。セントラルホテルから割と近いところなんですけど、そこの前の海岸ビーチにいるところです。久々にパタヤに来てるんですけどね、パタヤということで夜の歓楽街も有名です。ビーチリゾートとしても有名、両方有名なんですけど、昼はビーチリゾート、夜は夜の歓楽街になるわけですけど、パタヤのビーチは本当に綺麗じゃないと言われます。自分も今までね、何とも来てそう思ってたんですけど、でもまあよく見ると全然大丈夫だなっていう、綺麗ですよね。もちろん乱闘とか行けばもっと綺麗だし、プーケットの時はもっと綺麗だけどね、全然大丈夫ですよね。で、パタヤということで、ただこのビーチの奥行きがないです。もうちょっとこの奥行きがあればね、いいなと思うんですけどね、残念ながらちょっと奥行きがないんで、満潮になるとさらにこっちまで水が来ます。で、ビーチのチェアが、デッキチェアが、並べられてるんですけど、そうすると本当にビーチなくなります。今ここにビーチに、このところに関しては水とか置かれてないんでね、そんなに水なんかないかもしれないんだけど、向こう側行くとビーチ、デッキチェアが置かれてるので結構狭いです。で、まあ、ハッチ側見ていただいて、ビル建ってますよね。あの辺りホテル結構あります。ノースパタヤなんでね、あの辺りも結構いろんなホテルがあります。セントラルパタヤがヒルトンね、あってすごいですね。で、そっち側行くと奥進むとですね、奥進むと、レクチャーとかあるんでね、そこで40バス借りれます。すごい